ちは。こんにちは。今回はですね、豆腐を使って豆腐のスープを作りたいと思います。豆腐のスープ、はい、はい、豆腐の味噌汁みたいな。ね、違う。豆腐より豆腐の味噌汁やね。豆腐で、あの豚のひき肉と、はい、木綿と、ネギ、生姜などです、はいはい、調味料は、まあ、鶏ガラスープなんかとか、はい、醤油とかね、うん、使うみたいですけど、はい、やってみたいと思います。はい、刻んでください。ネギでもどっちでも、はい、まずね、これね、超簡単、うん、で、まあ、今からの、あの季節に、うん、バッチリな、うん、皮は剥ぎます、はい。なんか生姜が入ってこう温かくなるのと、うん、なんか冷めにくいらしい、あのとろみを今回つけるので。なるほどね。はい。お、びっくりした。何これ刻むってどんな感じで刻むんですか？なんか細切りみたいなやつって言ったらいいかな。はい、千切りね。千切りかな。こういうことですね。ネギは、はい、それ、うん、です。そして豆腐も水を切って、これ3等分ぐらいかな、うん、お願いします。はい、朝はそのままで大丈夫です。朝はそのままで3等分、はい、水 400cc。 レシピ通りにいくとね、少なめですね。うん、えらいでは 400cc はそのまま、うん、なので、うん、ちょっと多めにやっていきます、うん、はい、はい、もう作り方はあんまり見ずに、はい、私独自にいきたいと思います。はい、ので加熱します。はい、そして調味料系を出すか、お醤油、はい、であら、こっちにしようかな口で、はい、うん、うん、オンで OK です。はい、OK で、片栗粉でとろみをつけるので、水溶き片栗粉を後で肌に用意しとってもらうから、はいはい、で、まずお砂糖を入れます。はい、砂糖から始まる。砂糖、砂糖、醤油、みりんっていうけね、脂質で総研ね。スープから、スープから作っていきます。スープに砂糖を入れてほしいなと思って。ああ、なるほどね。次に砂糖の友達しようね。友達じゃない、ライバル塩両方小さじ半ぐらいずつ、うん、いきます。で、これね、ちゃんと温まったら見た目良くなるんですけど、うん、この冷えた状態で入れるとものすごい見た目が悪くなる鶏ガラスープ、うんうん、鶏ガラスープね、量にこんな入れるって思うかもしれんけど、うん、まあ料理する人は分かると思うんですけど、意外にそんな味つかんけん、ね、結構入れてる、うん、あの結構ね、ドロンドロンにはせんけんね、ちょっと薄めでいいかも。アランドロン、あ、まあ量を調整します。アランドロン、俺のね、うん、トランクスがね、うん、アランドロンになりますじゃあお酒入れますね。はい、はい、しようお酒は大さじ2ほど、はい、で、お醤油いきます。あ、お醤油まだやった、すいません、うん、ここまで入れたところで、うん、ネギを入れます、うん、ネギから白い方ね、白い方を先に入れて、あ、すいません、この生姜、生姜、うん、あ、結構入れるんだね、生姜。生姜は一かけ分ですね、それこういうの勢いで全部入れちゃったけど、まあいいでしょう。カラッとくるやろ。カラッてくるから。いや、大丈夫。大丈夫、大丈夫。で、ひき肉、うん、いきます。何？合いびき？いや、豚だけです、今回。うまそうや、そのもうネギとの組み合わせだけでうまそうに見える。あのね、最近ね、こだまさんが一応大がね、だいぶ弱っちゃってるらしいのでこれはね、俺長期戦になるよ、もう安全に。だってね、ちょっとね、なんか優しいやつで、ネギ
と生姜はね、かなり来る。そういうこと？大丈夫。あの、風の時用のやつ。そう、はい、あの、火が通ってれば大丈夫。ああ、なるほど。ちょっと生っぽかったらもう、乾麺に来る。なるほどね。で、このひき肉をあんま崩さないようにみたいな。そうそう、あの、最初にね、こう、こねたりすると、なんかね、なるみたいね、ボロボロって。この中でプルプルプルってあの粒感を落とすために。そうそうそう。あ、いい香り。いい香りですか。生姜がだいぶ効いた香りがしますね。つばが出る。じゃあ、はい、豆腐を入れてください。はい、トントンと泡出す。よいしょ。はい、トントンと入れてください。パクが6つ、はい、ポンして。ポンが2回。ちょっと多かった。あ、麻雀ね。で、お醤油お好み入れます。どうでしたろ、こんぐらいで。どうでしたろ、こんぐらいで。ちょっとまた味見させてもらいます。もうちょい砂糖やろ、これ多分。砂糖は今回僕のお好みだと小さじ今 1.5 ぐらい入れました。はい、プラス、はい、なので小さじ2入れた感じかな。はい、で、分かった、これあれや、ミリ入れとらないと。そういう件甘さの食べたらね。みりん少々入れます。はい、酒が入るね。うん、オッケー。いや、ええー、そう、始めたぞ。違う、塩よ、塩が次入れるとは塩よ。違う違う、水。あの、ね、あのそう、ちょっとね、すき焼きの牛乳にしてはそう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 、ほんの少しなんですけどね。すき焼きの匂いしてきた、うん、あー、生姜すき焼き、うん、あーなったなった。じゃあ、とりあえず沸騰させます。はい、沸騰させて、あの、とろみを少しつけたら、はい、なんで切ったんすか。全切りしたよ。間違った、間違った、間違っただけ。最近ね、思った通りに体が痛くなって。ちげえよ、直樹さんが言ってるんすよ。俺もわかる。思った通りで、だいぶそれなんかつまずいたとかそういう、ね、話の手が違うとこ行っとった。で、沸騰しましたら、はい、あの、一度ピッと切りまして、ここでとろみをつけていきます。あ、また混ざってねえかも。あ、オッケー、ちょっとおかしてもらいます。沈殿しとけるね。ね、沈殿さん。新年さんじゃないみたいな。新年さん何やってる。あれだ、どっち断平や。知らねえ。どっち断平は知ってるけど知らねえ。どっち断平じゃなかった。新年じゃなかった。こんなもんかな、うっすらとろみ。これぐらいじゃねえかな。これね、ぼーっと火を入れてね、あの、入れて、これからまた加熱とかするととろみつきませんので、こんなもんなんかな。やけんね、濃い状態入れたらなんかね、ドロリンってなりそうなので、ここで読みます。はい、はいはい、じゃあ、よそいまして、はい、よそいまして、よそいましては 3578円なのに。ネギを上にお願いします。はい、で、お好みでごまもかけても大丈夫です。はい、ごま、ごまお肉は大丈夫なんでしょうか。大丈夫できたので、食べていってみましょう。はい、はい、はい、それではいただきます。いただきます。美味しくできたのか、ちょっと熱かもね。うん、うん、うわお、だいぶうまくできとる気がする。うん、あと、うん、生姜の効いた。うん。でも本当シャキシャキって、うん、食べても美味しい。うん、生姜かなんかが口から逃げようとしたら豆腐うん、
あ、うまい。おいしい。でも本当あの風邪の時にめちゃくちゃいいかもしれん。うんうん、体あったまるっすねこれ。うん。うまい。うん。これちょっと水筒に入れてね、冬の釣りとかね。うん。卵みたいで豆腐はどうする？豆腐はもっと細かくみたいで。コンビニのあのカップ味噌汁みたいな。うん。なんかご飯のおかずにもできるやろうし。うん、それこそこういうね、あの春雨とか、うん、なんかちょっとした麺入れても。うんうんうん、そうめんも合いそう。うん。うん、まああの病気になった時とか体がちょっと疲れてる時、うん、お腹がちょっと緩くなってる時とかにものすごくいいと思いますので、あとね寒くなるこの季節にこのスープどうでしょうか。今回は肉そぼろスープです。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。あったまった。うん、めっちゃポカポカ、うまい。ご視聴ありがとうございます。メインの釣りチャンネルはこちら。はい、はい、はい。